単な手びねりの陶芸をしてみたいと思って予約を入れてるんです。今日はこちらの北国窯さんでちょっと陶芸してきます。説明を聞いたんですが、再現できるでしょうか。親指を入れて広げていってます。何作ろうかな。小皿にしようか、コップにしようか。なかなかいびつな形です。いびつな形も味があっていいですよね。これで完成にします。もうここで手を打ちます。完成しました。こんな感じです。で、色はですね、私この色に、この茶色っぽいやつです。これにしました。水拭き焼きのこの食器たくさんありますよね。すごい綺麗な色です。こちらは陶芸体験だけじゃなくって、いろんなこのね焼き物が買えます。